皆さんこんにちは、いきまいプラス丹羽光代です。暦の上では立春を過ぎましたが、まだまだ寒い日が続きますね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて今回はご覧の項目をお伝えします。おぎママの子育て相談会では、お兄ちゃんの赤ちゃん帰りの対処法や隠れ禁止について話をしていただきました。最後までご覧くださいね。ではまずは新型コロナ関連情報です。現在蟹市ではまん延防止等重点措置区域に指定されています。今一度市民の皆さんに基本的な感染対策の徹底をしていただきますようお願いします。また順次新型コロナワクチンの3回目接種を進めています。接種を希望するすべての人のワクチンが確保されています。慌てず接種予約を進めてください。詳しくは市ホームページをご覧ください。さて今週のイチオシはまるごと子育てルームです。まずは漫画で紹介する子育てあるあるです。パパとお買い物に行こうか。やだ、ママとがいい。パパが絵本を読んであげよっか。ママがいい。パパと一緒に風呂に。やだ、ママとがいい。パパがへこむ魔法の言葉、ママがいい。パパがいいっていう子もいますよね。さあ続いては子育て座談会です。子育て健康プラザマーノの2階にある市民支援室のスタッフに自身の経験を踏まえ子育てについて話をしていただきました。先月8日からこの番組で放送した子供を連れてお出かけした時の思い出についての後編です。子育てのヒントが見つかるかもしれませんよ。携帯トイレ、もうほとんど使う機会はなかったけど、5年間で2回ぐらいは使ってるから、携帯トイレは車に入れといた方がいい。あると便利なグッズの話として携帯トイレの話をされていましたが、この後とんでもない代用品の話をしていただきました。その代用品とは、下の男の子はそれこそ車で移動とかでもトイレ行くよって言って大丈夫って言って乗り込むけど、出てって5分ぐらいにそれこそトイレってあるので、災害用トイレを持ってればよかったんですけど、うちはいつもなんかアルミ型のこのコーヒーボトル、ペットボトルの外がアルミ缶タイプの蓋ができるやつをいつも空を常備してて、申し訳ないけどそこでしてもらおう。息子には、娘はやらなかったね、息子だけで、ごめんなさいってトイレで流して、それもちょっと洗って捨てますみたいな感じで、災害用トイレを常備するって頭がなかったので、アルミ缶をずっとなんかいつもなんだと、持ったアルミ缶持ったみたいな感じで、持ったちゃんとあるから、ここにあるから1個あるよみたいな、じゃあ行こうぜみたいな感じで、よし行こうみたいな、やっぱり出たよおしっこタイムみたいな、ほらこれでしろみたいな。それは持っててよかったやつ。持っててよかった。でもそう、災害用トイレでよかったね。携帯トイレ、携帯用トイレね。あれやっぱあると便利。お出かけよりお出かけ前のが困ったかな、2歳の時は。いやいや気でね、靴履くなの履かないだの、右左違うなの、長靴で出かけるだのみたいな。出かけるマイナス2時間は準備の時間がいるね。荷物の準備が大変、あまり早く早くって言えないけど、なんかこれ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 ってやってイライラしてくるね、態度でちょっと出ちゃうみたいな。今ぐらいになったら本当2歳ぐらいの子可愛くなんか見守ってあげれるんだけどね、多分当時のお母さんもそうそう、真っ只中の方はね、一瞬でどっか行っちゃいますね、いやもう捕まえれないです、早いから。どっか行っちゃうタイプの子とちゃんとここにいるタイプの子といるから、タイプによってね、タイプによって本当にね、ショッピングセンターで迷子になる。ショッピングセンターは迷子になる。呼ばれました。3歳ぐらいの男の子、青い服に青いズボンみたいな、呼ばれて行きました。よかった、泣いてた。
本当下の男の子の方がうちも活発だからずっと手離さずにいたら上の子がうまい子になった。あ、そうそうそう、その子が油断してた、ね、油断してた、ね、そうあるね、びっくりしましたね。でも非日常が味わえるとか、まあ、世界が広がるとか、いろんな人がいるよねとか、いろんな乗り物があるよねっていう子どもの世界を広げてあげることはできるかなと思って、ちっちゃな世界でいるよりかは共通の思い出ができるってところではいいですよね。あそこ行ったよねとか、まあ、でもやっぱりそこで出るのもなんかあそこ大変だったねっていうなんか悪い思い出しかやっぱりねなんか、うん、ないなと思ったり、うん、結局家の良さが分かるみたいな。そうそう、家の良さが分かる、家っていいなっていうのもあるね。そうそうそう、家族っていいなみたいな、なんかね。携帯トイレは100均でも売っているそうですよ。お出かけの際には忘れずに持っていってくださいね。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。よろしくお願いします。さて次回は番組表の内容を変更してクイズで学ぶカニのことをお送りします。市ホームページで公開している経験定やカニクイズなどを紹介します。ぜひご覧ください。それでは今回はこれで失礼します。